どうもです、えー。ハードオフ大好き、ブックオフ大好きはいジでございます。今回でね、まあ最終回、というか最後になるんですけども、ゴールデンウィーク中に購入した商品の紹介でございます。えー、第10弾、10回目ってことで、今回はね、ハード関連、そして一つね、おまけ商品ちょっと紹介したいものがあるので、そちらも含めて紹介していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。まずはね、こちらの商品です。 はいってことでね、以前ね、動画も上げたことがあるのですけども、Nintendo DS ライト330円ということでね、格安ではあるんですけども、動作しませんでしたっていうところですね、はい、こちらの商品を購入してきました。で、実はですね、まあ、恥ずかしいながらもっていうところもあるんですけども、私の動画を見てくださってる方がね、声がけを、お声がけをしていただきまして、 以前動画で撮った、これを含めて4台ともね、えー、通電は OK ですよとお話をね、あのー、教えていただきました。聞かせていただきました。まあそういったところも含めて、えー、購入してきましたね。はい。まあ、実際ね、動かなければ動かないでも、それはネタとして面白いなっていうような話もちょっとしながらね、まあ、購入してきたという感じになります。続きまして、こちらになります。 はい。えー、セガサターン購入してきました。まあ、白っぽいサターンなんですけど、もう色焼けがすごくてね、うん、ちょっと灰色っぽく見えてるんではないかな。うん、ライトもちょっとね、弱かったりするんでね。もうね、去年かな去年の夏頃か、夏前ぐらいかだと思うんだけども、以前もね、550円で、まあ別の、これを購入したところとは別のハードオフさんなんですけども、まあ、550円で購入しまして、そしてね、あの、その、 セガサターンはねあの、動作したんですよ。で、それに味を占めて、今回も、まあネタっていうところもあるんですけども、まあ動かなくてもそれはそれで面白いし、動いたら儲けものだなと。うん。まあこれはあの、あの、未チェックだとか、そういうところも書いてないんですけどもね、うん、動くんではないかなというところで購入してきました。えー、まあ先ほどのね、えっ、ー、と、Nintendo DS Lite にしてもそうですし、このサターンに関してはね、 後日、起動チェックなんかもしていこうかなと思ってますのでね。あの、もし気になる方がいましたらね、うん。その動画を待っていただければと。で、上がったら見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。続きましてね、うんと、どうしようか。メインは置いといて、おまけをね、ちょっといきたいと思います。おまけがこちらでございます。 はいえー、ブックオフで購入ですね。こちらのソフトを買ってきました。うん、私にしてはね、結構お高めのソフトなんですけども、まあ、お値段990円ということで、うん。ちょっとね、もう色焼けしてる感がね、見て取れるとは思うんですけども。まあ、ちょっと開けてみますね。うん。はい。ということでね、開けました。やっぱりちょっと色薄いよね。色焼けしてる感はありそうなんだよね。うん。 この背拍子も薄いような感じするかな。裏面はどうなんだろう。まあでもこれちょっとシューティングゲームだったんでね、シューティングゲームだったらまあ結構高いんじゃないかなと思ってね、購入してきました。一応ね、あの説明書なしとか書いてなかったんで、そのまま買ってきたんだけど、開けまーす。状態どうかな。あ、説明書入ってる。うん。入ってるって言い方は、やっぱりこう見ると、 多分この色なんだろうね。本当はね。そうするとやっぱりちょっと色褪せしてますね。うん。あ、説明書はいいわ。ほら、シューティングゲームだもんね。横衆かな。うん。シューティングゲームはま間違いないでしょうってことで。うちょっと待って。ハガキとそういうのはないかな。うん。カートリッジもね、ほら、色焼けはしてない。ただ今、ちょっとね、嫌な触り 具合があったんだけどここがねあでも破れてるわけじゃないからしっかりこう貼ってやれば大丈夫だねこのメガドラ系のはねうんまずまずかなあ端紙なんかも綺麗だね箱の夜景はあるけどカートリッジ説明書って考えるとうんかなりお買い得かもしれないねまあお値段先ほども見てもらったんですけど990円ってことでしたけどもねちょっと鶴屋さんチェックしてみます はい。ってことでね、いかにも知らないようにお話ししましたけども、販売価格でこれ4400円だからね、これもバックアドと言ってもいいんではないでしょうか。えー、商品の買い取り価格も1800円ってことなんでね、まあパッケージは色あせあるんですけども、うん、かなり状態もいいし、シューティングゲームってことでね、個人的には大満足でございます。はい。ってことで、えー、 次メインでね、メインを紹介するってお話をしたんだけども、ちょっと時間もいい時間なのでね、これはちょっとゆっくり開けたいのよ。なのでちょっとね、何かだけ今紹介し,しましょうか。ね。で、こちらの方の開封に関しては、また後日取っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。というわけでね、最後、メインコンテンツ。コンテンツうん。メイン購入品はこちらでございます。 こちらでございます。出ました、えー。ゲームボーイアドバンスのね、シルバー。お値段2970円から、まあ、これ見てもらうと分かりますけど、箱、説明書、痛みあり、電池なし、軌道確認は炭ですね。汚れなしの箱あり、説あり、傷なしってことで、 本体としてはそれなりの状態の良さがあるのかなというふうに思います。うん。こちら今も言いましたけど、まあ約3000円から10%オフってことで300円引き。さらに100円のクーポンを使いましたので400円引きでの購入ですね。えー、なので2600円ぐらいかな。うん。アドバンスとかも持ってるし、なぜ今更買ったかっていうとね、ちょっとね、見てみください。 はい、こちらね。ゲームボーイアドバンスハード。本体シルバー。気になるお値段は、ダダンほら、本体価格16,800円だよ。買い取りでね、ほら、7,800円。まあもちろんこれ箱の状態も悪かったりするんで、えー、このお値段がそのまま反映されるかっていうとそうでもないんだけど、 実はシルバーはね、私購入したのあって、これ説明書ね、まあ、そこそこ綺麗なのあるんで、説明書に関しては代替が効くかなと思って。本体は少しね、画面に傷があるんで、これより綺麗だったらもっといいんだけどな、というところでございます。というわけでね、次回は、次回はっていうか、いくつか動画もこの後あるんだけど、ゲームボーイアドバンスね、こちらの開封紹介していこうと思いますので、気になる方はね、見ていただければと思い,思います。ご視聴ありがとうございました。以上でね、ゴールデンウィークに、 購入した商品の紹介終わりにしたいと思います。長い間ありがとうございました。またね、この後の動画も引き続きよろしくお願いします。それではまた。Continue!